今回はですね、Google カメラ対ね、Xiaomi のカメラアプリということで、写真のね、比較をしていきたいと思います。で、Google カメラというのは、Google がね、作っているスマートフォン、Pixel シリーズに搭載されている、Google が作ったカメラアプリなんですけれども、非常にね、ソフトウェアの力を使って写真が綺麗に撮れるということで、評判のいいカメラアプリなんですけれども、ただこれはですね、その Google の端末しか使えないんですよね。だから普通に Google Play Store からインストールして使うとか、そういったことはできないんですよね。ただですね、実際のところはね、この Google カメラ、海外ではね、よく Gcam って言われてるんですけれども、この Gcam の APK ファイルが、インターネット上に結構あります。で、それをダウンロードすることによって、他の端末でもね、この Google カメラアプリというものを使うことができます。で、日本ではですね、あんまりその比較をね、やってる人もいないんですけども、結構海外ですよね、そういうスマートフォンを紹介しているガジェット系の YouTuber なんかが、もう Gcam って言ってですね、Gcam と、ストックカメラアプリ、いわゆるデフォルトのカメラアプリの比較っていう動画をね、結構出しているんですけれども、なかなかね、日本ではね、あんまりそういう比較がないので、今回はですね、その Google のカメラアプリと、Xiaomi のカメラアプリで、どのぐらいね、その写真が綺麗に、本当にね、Google カメラアプリが撮れるのかというところで、比較をね、していきたいと思います。で、こちらがですね、Google のね、端末、Pixel 4a という端末になるんですけれども、この中ではね、その Google カメラアプリが、インストールされているんですけども、で、こちら側が Xiaomi のね、Poco M3 という端末になります。で、もちろんね、この端末とこの端末を比較するわけではなくて、このね、Poco M3 に、本来ね、入らない Google カメラを APK ファイルを使ってインストールして、その Google カメラと元々ね、入っている Xiaomi のデフォルトのカメラアプリと、写真を撮って比較して、本当に Google カメラアプリがね、そのソフトウェアの力で綺麗に撮影できるのかというところをね、見ていきたいと思います。こちらがですね、Google Pixel 4a にインストールされている、Google カメラアプリなんですけれども、こんな形のね、アイコンをしています。で、こちらがですね、Poco M3 なんですけども、こちら側がね、Xiaomi のデフォルトのカメラアプリ。で、ここに、ね、あるのが、APK ファイルに入れた Google カメラアプリですね。アイコンは一緒ですね。Google カメラアプリね、両方とも起動してみました。やっぱりね、一緒ですね。ただ、こちら側は英語のままですね。こちら側は日本語になっています。で、上のメニューを引き出すと、やっぱり英語と日本語になってるんですが、ただ若干違いますね。こちら側の Poco M3 に APK ファイルでインストールした方は、Google AWB って書いてますね。Google オートホワイトバランスですかね。で、こちら側はね、モーションフォトということになって、ちょっとこの辺のね、設定画面が違いますね。ただデザインは一緒なんで、やっぱりね、Google カメラアプリだとは思いますね。Gcam の APK ファイルだと思います。カメラアプリのね、バージョンが違うんですかね。ちょっとわかんないんですけど、とりあえずこれでね、やってみたいと思います。それではですね、実際に Poco M3 で、Xiaomi のね、デフォルトのカメラアプリと、APK ファイルでインストールした、Gcam でね、撮影した写真がありますので、そちらをね、比較しながら見ていきたいと思います。それではね、実際に撮影した写真をね、見ていきましょう。向かって右側が Xiaomi の標準カメラアプリ、向かって左側が Gcam で撮影した写真になります。で、標準のね、カメラアプリで撮影した方は、ウォーターマークがね、入っていますので、わかると思います。で、最初の写真なんですけれども、もうほぼ一緒ですね。見た感じはほぼ一緒。若干 Xiaomi のカメラアプリの方が明るくね、映っている。若干白飛び気味にも見えるかなと思います。それでは次の写真行ってみましょう。はい、こちらもですね、やっぱりほぼ一緒。やっぱり明るさがですね、Xiaomi のカメラアプリって、この端末に限らず、ちょっとね、やっぱりその露出オーバー気味にね、撮影する感じがあるんですけれども、やっぱりですね、その Gcam で撮影したものと比べても少し明るめ、若干白飛び気味、全体的にやっぱ白っぽく写ってるかなという感じはあります。次の写真ですけれども、こちらもですね、やっぱりちょっと Xiaomi のが明るい。でもほぼ一緒ですね。次の写真ですね。こちらもですね、やっぱりね、Xiaomi のカメラアプリの方が少し、露出オーバー気味かなという感じはしますけれども、ただ写りに関してはそんなに変わりはないかなという感じです。次の写真ですね。次の写真もほとんど変わらないですね。同じ端末、同じカメラで撮ってるんで当たり前かもしれませんけれども、ほぼ同じ写真になってますね。だからソフトウェアの違いでの画質の違いとか、そのね、カメラの綺麗さの違いっていうのは、ちょっと特に感じることはないですね。この写真はですね、木陰ですね。かなり肉眼でね、見たときはもっと暗い場所でした。
で、その木の隙間から向こうの景色がね、肉眼では見えるんですけれども、やはりカメラで撮ると、その手前がね、その木のところが暗かったので、そこにね、やっぱり露出を合わせて、向こうの明るいところは逆に言うと白飛びしているという状況です。ただ、これはですね、両方とも白飛びをしていますね。で、やっぱり全体的に、シャオミのカメラアプリの方が明るくて、まあ、G カムの方が、まあ、この写真の場合はちょっと落ち着いてるって言いますかね。やっぱりその木とか葉っぱのところがしっかり見えているのは、まあ、G カムかなと思います。こちらもですね、まあ、日陰のね、写真なんですけれども、まあ、両方ともね、本来は黒つぶれしてもいいような日陰だったんですが、まあ、明るくね、写しています。まあ、違いはないですね。この写真はですね、まあ、室内の写真になります。で、これもですね、写真ではかなりね、明るく普通に写ってますけれども、まあ、実際はカーテンも閉めて電気も消して、結構ね、肉眼では暗いところだったんですが、まあ、写真で撮影すると両方ともね、かなり明るく写っています。で、これもですね、Xiaomiの標準のカメラアプリも、普通にね、明るく綺麗に写ってますよね。で、Gcamって、その夜景とかね、ちょっと暗いところで強いというふうに言われてますけれども、この写真を見る限りでは両方ともね、そういう悪条件の中ですけれども、それなりに綺麗に撮れてるなという感じです。それではね、最後の写真になりますけれども、これは夜景モードで撮影をしました。両方とも夜景モードで撮影したんですけれども、特に G カムはその夜景が綺麗だというふうに言われていますけれども、どうですかね、この写真は逆ですよね。今までXiaomiのカメラアプリが結構明るくね、写って、結構露出オーバー気味に写ってましたけど、夜景撮影モードについては G カムの方がね、明るく映っています。まあ、ただ夜景としてどちらが綺麗かというと、まあ、これちょっと好みもあるんでね、なかなか難しいんですけれども、まあ、なんか別にシャオミのね、方の夜景でも十分綺麗かな。まあ、確かに明るいくらいで言えば G カムの方が明るく映ってますね。で、あとはですね、これ撮影した時に、まあ、夜景モードって少しこうね、写真をなんか加工してるのか合成してるのかわかんないですけど、少しこう撮影するときに時間かかると思うんですけれども、G カムはね、かなり時間かかりましたね。で、Xiaomiのカメラアプリも少し普通の写真撮るよりは時間かかるんですけれども、まあ、そんなに時間かからずにね、その写真がね、撮り終えられましたので、まあ、この辺は、まあ、違いがあると言いますかね、処理に時間かかってるっていうのもあるし、それだけ手間をかけているのが、まあ、G カムなのかなというふうに思います。ただね、これ拡大するとですね、解像感があるのはね、やっぱり Xiaomi のカメラアプリなんですよね。だから G カムの方は、まあ、ちょっとなんかいじりすぎてるのかなというところもね、加工しすぎてるのかなっていうところもね、あります。まあ、ただこうやって引いてみればそんなね、解像感で気にならないので、まあ、どっちが綺麗かっていうとちょっとね、難しいんですけれども、まあ、確かに明るくは映ってますね。ただ、Xiaomiのね、夜景モードもそんなに悪くないかなと思います。ただ、若干ノイジーかなっていうのはありますね。はい、ということで今回はですね、G カムとですね、Xiaomiの標準カメラアプリの比較をね、してみましたけれども、まあ、ぶっちゃけですね、ちょっと変わるかなと思いましたけど、全く変わらないですね。ほぼ変わらないし、ほとんど好みの問題のレベルかなと思います。で、Xiaomiのね、カメラアプリは、まあ、日頃もね、私よくそのレビューした時に言ってますけど、やっぱりちょっと明るく映るんですよね。まあ、だから人によっては白飛び気味、ちょっとこう露出オーバー気味に映るかなっていうところがありますんで、まあ、その傾向はね、やっぱり当然同じカメラアプリなんで変わらないんですけども、で、やっぱり G カムの方がどっちかっていうと、まあ、普通な感じでね、撮れるので、まあ、そういった部分で言うと露出を抑えた形でね、撮れるんで、まあ、G カム使うっていう方法もあるかなと思いますけれども、まあ、ただね、その G カムにしたからすごく綺麗に写ってるかっていうと、そういうことでもなくて、やっぱりさっき言ったね、まあ、好みの問題、まあ、写真って明るいのがいいのかね、ちょっと暗めの方がいいのかって、まあ、好みだったり、まあ、被写体によってね、まあ、いろいろあると思いますんで、まあ、その程度の違いかなというふうに思いますので、まあ、ただこのね、G カムのアプリって、まあ、本物かどうかわかんないっていうか、あくまでも APK ファイルね、をダウンロードして使ったものなんで、まあ、本来のね、その G カムの機能を、まあ、ちゃんと完全に出せてるかっていうと、やっぱりそういうものでもないし、まあ、ただですね、この Google カメラっていうのは、基本的にはそのね、ピクセル用に作られたカメラアプリで、まあそういう、いわゆるこう、ノラアプリ、APK ファイル、ノラアプリで、まあそのダウンロードした G カムとはちょっとやっぱ違うと思うんですよね。だからアプリとしては同じものかもしれませんけれども、やっぱりそこのチューニング、カメラアプリっていつも言ってますけど、やっぱり同じね、センサー積んでても全然写真のね、出来栄えが違ったりしますんで、まあそういう部分で結構そのソフトウェア的な部分が、その写真のね、綺麗さだったり、まあその使いやすさにかなり影響していると思いますので、まあそういった部分で言うと確かに APK ファイルで G カムね、インストールできるんですけれども、やっぱりその G カム本来のその凄さ、
さだったり、その画像処理のね、素晴らしさっていうものはちょっと APK ファイルではあまりその実力をね発揮できないのかなという感じです。まあ、ただこれ POCO M3 でやっただけなんで、もっとね海外ですと他の Xiaomi の端末とかそういった Realme の端末とかでもね入れてる人がいますんで、まあそういうのをね写真見てると、そういう比較のね動画見てると、やっぱりなんか Gcam って綺麗だなって思う時あるんですけど、まあ今回ね私が POCO M3 でやった感じでは、まあ正直差はなかったかなという感じです。はい、今回は以上です。